新庄監督、また SNS でスタメン宣言。日本ハム新庄剛志監督が15日夜に自身のインスタグラムで、14日にアクシデントで尾骨骨折を負った伏見を16日の CS ファイナルステージ初戦で伊藤と先発バッテリーを組ませることを明かした。日本シリーズ進出を目指して、チームの合言葉となっている、行くだけと選手たちがお立ち台で叫んでいる動画とともに、伏見くん、がっつり花折れましたが明日は伊藤くんと行くだけ精神で行かせます、と投稿。14日のロッテとの CS ファーストステージ第3戦の試合前練習でノックの打球を顔面に受けて負傷していた伏見のスタメンマスクを予告した。無理してほしくはないけど、明日は伏見選手で行くだけ。野村も顔面死球で鼻を骨折しても出ていませんでしたっけ。プロはすごいですね。右目腫れてたっぽいけど大丈夫なのかね。大丈夫だからスタメンなんだろうけど。前にも書いたけど、鉄人トライの称号を授けたい。鼻折れててマスクかぶれるの。ホームでクロスプレーになったら痛そう。キャッチャーならマスクかぶってるから他の野手より安全なのかも。ファウルチップやら何やらで選手生命縮んでもホークスのせいにはするなよ。マジでトラウマを植え付けようとしてるのか。トライは大丈夫だと信じてる。他の人が言ったら昭和の古臭い考え方って叩かれるはず。監督は大丈夫じゃない、無理なら抹消と言っていたから、発言見ると大丈夫ということではと思ってます。ファンみんな心配してるの知ってるからあえて言ったのだと思うし。マジですか。初戦から飛ばしていこうという本気度が伺えますね。まずは伊藤でイーブンに持ち込み、場合によっては最終戦で再登板なんてこともあるのかな。監督も本気で無理だと思えばやらせないやろうし、トライさん自身の希望もあったんやと思う。にしてもキャッチャーやる人は心身ともに強くなきゃ務まらないとはこのこと。鳥谷も尾骨骨折してガードつけて出てた覚えがあるけど、内野手と捕手では危険度が全然違うでしょ。チップとか当たったら激痛やろ。びっくりですが、監督が決めたこと、伏見選手も納得の上のことでしょう。勝ちに行くだけですね。